チャバーベアジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。台湾の民進党の大物政治家でもあり駐日台湾大使でもある謝長廷さんがなんと自民党幹事長の二階俊博氏と会談を行うというニュースがありましたので、時事通信の非常に短い記事の読み上げ、その後に台湾メディアの情報をお伝えしたいと思います。ではまず時事通信の記事から。タイトル、台湾駐日代表と会談、二階自民幹事長。自民党の二階俊博幹事長は12日、台湾の在日大使館にあたる台北駐日経済文化代表所の謝長廷代表と党本部で会談した。中国と太いパイプを持つことで知られる二階氏が台湾の要人と会談するのは異例という。はい、以上が記事となります。非常に短いですよね。この出来事に対して記事として取り上げたのが、私が調べた限り時事通信と共同通信のみで、しかもどちらも先ほどのように非常に短い文章でした。こちらのニュースについて台湾最大の新聞社自由時報でも報じられておりましたが、もう少し情報がありました。一つ目は、謝長廷大使は蔡英文総統からの贈り物として茶器セットを贈ったというもの。そしてその茶器は先日新しく駐日アメリカ大使に就任したレイモンド・グリーン氏に贈ったものと同じだと書かれておりました。これですね、中身が見えないのは非常に残念なのですが、台湾には陶磁器で有名なイングという新北市にある都市があるので、もしかしたらこのイングの茶器かもしれませんね。2つ目の情報として、これは確定情報ではなく関係者からの情報ということで、おそらく台湾サイドの関係者からの情報と思われますが、謝長廷大使が二階氏と話した内容というのが、6月4日を第一弾とした何度にもわたるアストラゼネカ社製のワクチン提供、東京オリンピックにおけるさまざまな協力、そして二階幹事長の地元和歌山県議会が昨年12月に可決した台湾の世界保健機構への参加を求める意見書に対して感謝の意を伝えたと言われております。ただ時事通信では二階幹事長が台湾の要人と会談するのは異例とあったように、今回謝長廷大使が二階幹事長に会うのが初めてというような印象を持たせるような文章でしたが、実は2016年に謝長廷大使が駐日大使に就任した際にも自民党本部を訪れ二階幹事長と会っているんですよね。ちなみに二階幹事長は台湾でも大物親中派議員として知られております。なお2016年に会談したニュースは、私が調べた限りではそういった記事がなく、そして今回非常に短い文章で、かつ取り上げ方も小さい状態ではあるものの、あの二階幹事長が台湾の大物政治家であり、台湾独立派とみなされている民進党の大物、しかも2008年の総統選では馬英九元総統と争った謝長廷大使と会談したということを取り上げられるようになったということは、意外や意外、中共によるメディアの浸透がほんの少しだけ改善されたのかもしれませんね。ただ引き続きメディア、政治家、そして発言に影響力のある有名言論人への浸透工作は引き続き行われていると考えた方がいいと思うので、油断大敵であることには変わりありませんよね。ちょっと話は逸れてしまうのですが、菅総理はいろいろと批判が多いものの、対台湾という面に限っては、私個人的には親台派と言われる岸信夫防衛大臣を起用する、ワクチンを素早く提供など高く評価していい部分もあるのではないかなと思っております。ただその他の国内外の政策についてはノーコメントとさせていただきます。だってあまりわかんないですから。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。